皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生の数学3章1時間数17時間目の動画です。1時間数のグラフの利用。今日の課題は1時間数のグラフを利用して問題を解決してみようです。教科書82ページの考えてみようを見てください。さくらさんの乗るカーフェリーは12時40分に両津港を出発し、15時に新潟港に着きます。ジェットフォイルが右の時刻表のように運航しているとき、カーフェリーの前方から来てすれ違うジェットフォイルの写真を撮る機会は何回あるでしょうか。皆さんも表を見て何回あるか予想してみましょう。予想できましたか？それでは問1、問2で確認していきましょう。問1、カーフェリーの前方から来るジェットフォイルの運航の様子を図に書き入れなさい。それでは3分ほど時間を取りますので、動画を止めて書き入れてください。終わったら動画を再生してください。前方から来るということは、さくらさんとは逆に新潟港を出発して両津港に着くジェットフォイルの様子を書き入れることになります。このような図になりましたか？それでは教科書83ページに移ります。問2、さくらさんが写真を撮る機会は何回ありますか？またそれぞれ何時何分頃ですか？問1の図を使って考えなさい。それでは1分ほど時間を取りますので、動画を止めて答えてください。終わったら動画を再生してください。すれ違うということは、2つのグラフが交わるところを読み取ればよいので、1、2、3の3回で、それぞれの時刻は13時35分ごろ、14時20分ごろ、14時57分ごろとなることがわかります。それではさらに身の回りの問題について考えてみましょう。問3、ゆうとさんは9時に家を出発し、自転車で 12km 離れた公園まで行きました。下のグラフはその時の様子を途中まで表したものです。括弧1、最初は時速何 km で進みましたか？動画を止めて考えてください。答えが出たら動画を再生してください。グラフから30分で 6km 進んだことがわかります。分速を求めると 6÷30=0.5 となり、それに60をかければ時速になるので、答えは時速 12km となります。括弧2、家から6km の地点で10分間休みました。そのことを図に書き入れなさい。それでは書き入れてください。図はこのようになります。括弧3、10時に公園に着くには、休んだ後は時速何キロメートルで走ればよいですか？それでは3分ほど時間を取りますので、動画を止めて答えてください。終わったら動画を再生してください。点線のグラフのように進むので、
20分で 6km 進むことから、括弧1と同様に考えると、時速 18km が答えとなります。問い4。ゆうとさんは休み始めてから5分経ったとき、自転車で家から公園に向かっている姉に追い越されましたが、公園には姉と同時に着きました。姉は休まずに一定の速さで走ったとすると、姉が家を出発したのは9時何分と考えられますか？それでは3分ほど時間を取りますので、動画を止めて答えてください。終わったら動画を再生して答えを確認してください。問い3のグラフに姉のグラフを書き入れてみましょう。姉のグラフは図のようになります。グラフから読み取ると、姉が家を出発したのは9時10分ということがわかります。どうでしたか？前回、今回の学習からグラフを利用すると身の回りのいろいろな問題が解決することが分かったと思います。時間があったら教科書88ページ、195ページの活用の問題にも挑戦してみてください。これで1次関数の利用3時間目の学習を終わりにします。